アルフレッド・ブライアンは、アメリカ合衆国のソングライター、平和運動家。カム・ジョセフィーヌ・イン・マイ・フライング・マシンの学府表紙、私は息子を兵士に育てなかったの。学府表紙ブライアンは、カナダのオンタリオ州ブラントフォードに生まれ、育ち、1886年にオンタリオ州ロンドンに移り住んだ。その後、アメリカ合衆国入りのューシカゴに移って、 新聞記者になったが、1905年頃までにはニューヨークでソングライターになっていた。最初にヒット作となったのは、ブライアンが作詞し、フレッド・フィッシャーが作曲したカム・ジョセフィーヌイ・マイ・フライング・マシンであった。同じく、フィッシャー作曲のペグ・オー・マイ・ハートもヒット作となり、数多くの歌手や楽団に取り上げられ、最近でも新たに録音されている。 第一次世界大戦が始まり、米国の世論が参戦の可否をめぐって割れていた1915年に、ブライアンは、明確に反戦のメッセージが込められた、アイディドゥンとレイズ・マイ・ボーイ o BEA ・ソルジャーを、あるピアンタ同士の作曲で発表し、ヒットさせた。しかし、すでに戦争に入っていた、イギリスやフランスでは、この曲は販売禁止となった。その後、ブライアンは、 1920年代にはブロードウェイのレビューなどに曲を提供し、さらに1930年代から1940年代にかけてはハリウッドで映画用の楽曲を作った。ブライアンは1958年にニュージャージー州グラットストーンで死去した。ブライアンがヒットさせた曲、ありがとうございます。